今夜のトゥギャザーは夢がなきゃいけない。番組史上最年少、夢を探す15歳の女子高生に古市が戦略的な生き方を伝授。一番文字数少なくて一番まあ賞としてなんか権威がありそうなものを選ぶ、どこのフィールドがライバルが一番狭くて弱いかってことを考えてそこを行く。一回り下の少女にとうとうと話し立てる。いくらやっても苦痛じゃないことを探すっていうのは大事かな。別に今日本で仕事しなくてもいいのかなって選択肢が増えるから、もう少し詳しく知りたかったです。だからそれで言うと僕の人生の中で良かったなと思うのは、なんか大学時代に周りは変な目で見てると思いますけれども、自分の意味してます。55歳の弟と共依存している女性。それ共依存っていうか補完し合ってる。妹なら養える。女友達は無理だけど、仲のいい人だったら別に兄弟だろうが、うん、他人だろうが友人だろうが別にね、うん、そういう人見つけられるってすごい素敵なことなんで、うん、全然そんな変でも何でもないですから。Together、 誰にも言えないこと。私は北海道に住む15歳の高校1年生。友達との時間や学校行事など楽しくて充実した毎日を送っているのですが、小さい頃から夢がありませんでした。中学3年生の頃、夢がなくて志望校を決められずにいた時、担任の先生から勉強していいところに行かないと視野が狭くなるよと言われ、その言葉を胸に必死に勉強しました。しかし、なんとか決めた公立の進学校に落ちてしまい、勉強したことが報われなかったことにショックを受けました。すでに大学まで決めている友達がいる中、決められない私は遅れている不安を感じています。将来なりたい職業も見つかりません。理想は自分の生きがいと思えるくらい楽しくて、土日休みで満足いくお給料がもらえる仕事。今は夢の選択肢を狭めないように勉強に励んでいますが、大学受験を経験してきた皆さんに、勉強してきてよかったこと、夢の決め方を聞きたいです。ちなみにその同級生で夢がある人って、なんかどんなことを夢だっていうふうに言ってるんですか？運動部が強い学校なので、例えばその野球選手になりたいとかですね。無理なのにね。いやどうしてそういうこと言うか分かんないけど、まあでもまあ確かに大概は無理です。まあ、難しい夢のことも、ね、多いですね。私もその倉玉さんと一緒で、最初小説家になりたいなんて思ってたんですよね。でも結局編集者という小説家のお手伝いをする仕事になるんだけれども、編集者になるためになんかすごい特別な訓練をしてたかったら、そんなこと全然なくて、ただ単に本をたくさん読んで人のことが好きっていうだけの、その自分の好きなものをのかけらから集まったものだったんで、だからその好きなことを今たくさん作る方をなんか広げてほしいなと思うんですけど、うん、今なんかハマってることとか好きなこととかありますか？習い事ではダンスをしていて、うん、で好きなものはそのキングアンドプリンスです。キングプリン、あ、かっこいいもんね。推し誰なんですか？あ、高橋海人くんです。へえ、残る方の子、残る人だよね。残るっての変だけど。結構ライブとかも行ったりしてるんですか？あ、行きました。めっちゃいい顔してるじゃない、はい、ね、そういう好きなことでいいと思うんですよ、うんね、多分真面目だから、夢ってちゃんとしたこう人に笑われないような、あのきちんとしたものをなんか夢にしようとしているから力が入っちゃうんじゃないかな。工藤さんは古市さんがどうして勉強 してよかったことってありますかっていうのが最初お悩み相談の時にあったんですけど、いや僕英語入試なんで勉強してないですよね。英語入試だって、だってある程度必要でしょ。でもだから何かアピールするものが必要なんですけど、うん、ただまあこれで賞を取りましたとかがあればよくて、うん、学校の勉強っていうのはそんな受験勉強はしてなかった。でもあの試で通ったんですよね、はい、英語入試ってね、何か一つ特別なことがあれば、あの才能があれば、まあ、それを認めるっていうようなことなんだけど、そうですね、英語入試は別に受かんなくても、うん、もともとなんだろうな、僕慶応 SSC ってところなんですけど、うん、
なんかそういう将来やりたいこと決まってない人のための学部ってたくさんあって、うん、要はその文学部とか医学部とかって、まあ、ピンポイントじゃないですか、うん、でもそのいわゆる4文字学部って学部があって、うん、総合政策学部とか、うん、なんか情報システム学部とかそのいろんなのがあって、うん、その4文字系の学部ってとにかく4文字以上のもあるよね。そう長いのもね6文字確かに、うん、そうすごいもう 幅が広いから、うん、別に行ってからでも別に決まってなくてもいいっていうか、うんうんうん、大学行ってからまだ進路決める余地があるっていうか、うん、それ戦略的なの？賞を取ってから市で行こうとか。戦略的です。あ、そうなんだ、さすが。一番苦労せずにコスパよく大学に入れる方法。確かにコスパむちゃくちゃいい手法だしね。だって小説だとなその何百倍も文字書かなきゃいけないけど、うん、そうなんですよ。いろんな賞を眺めて、はい、小説とか論文とかって文字数多いじゃないですか、うん、詩だったらなんか40行以内とかだったんで、うん、一番文字数少なくて、うん、あの一番まあ賞としてなんか権威がありそうなものを選ぶっていうのやったんで。工藤さん、そういう進路の決定の仕方もあるんだよその夢が叶うかどうかって分かんないですけど、 そのある人にとっても、うん、いくらやっても苦痛じゃないことを探してるのは大事かなっていうふうに思ってて、うん、文章書くのが好きだとか、うんうん、まあ、人前に出るのが好きだとか、なんかその自分にとってこれはいくらやっても苦痛じゃないことっていうのが結局自分にとって一番向いてることなんじゃないかなというふうに思ってて、うん、先導するわけじゃないけど、やっぱり今いるところ出るっていうのをね目標にするとまたいいんじゃない、うん、北海道また別に捨てるわけじゃないから。そうだから別に東京行ったりとか違う町に行って戻ってきてもいいし、うんうんうん、なんかたくさんの街知ってた方がいいですよ ね、うん、だからそれで言うと僕の人生の中で良かったなと思うのは、なんか大学時代に1年間だけですけど交換留学でノルウェー海外に行ってて、うんうん、それ良かったなと思って、結局日本で暮らしてるけど、まあ、違う国で過ごした経験があると、うん、別にまあ日本で仕事しなくてもいいのかなって選択肢が増えるから、確かに結果的に日本にいても違う選択肢があることってすごいな、気持ちが楽になるっていうか、うん、人生のなんか幅が広がるのはすごくいいかなと思ってて、うんうん、ノルウェー選んだのも何か戦略なの？あの楽そうだからですコスパいやでも今ねやっぱりね北欧の生活経験してる人って貴重だもんね。そうそうそう、あそれもあって、うん、なんかアメリカ留学してる人たくさんいるじゃないですか、うん、でも北欧とかあんまいないから、うん、知ったかぶりがすごい できるっていうか、うん、そうやっぱり希少価値になるっていうのはすごい大事で、うん、確かに今それでやってるもんね、うん、そうそうそう、だからそう努力せずに価値持つっていうことは、うん、いかに自分がその希少価値になれるかっていう、うん、どこのフィールドがライバルが一番狭くて弱いかってことを考えてそこを行くっていうのがでもそれはいい考えなんだよね実はね、仕事選びでもそうですよね、うん、あそうでも仕事もそうですよね、うん、他の人がやってないことで人の行かない道を、そうそうそう確かに黒田さんもだから漫画家はたくさんいるけど黒田さんみたいなそういうある種ニッチっていうか、そうなんですよ、それはありました、うん、だから絵が上手くないっていうことで、あの絵が上手い人ばっかりの中でどうやって勝負するかなって考えた時に、あじゃあこう人の話を聞きながらライターみたいな、うん、仕事と混ぜながらそれを漫画にしようかなとかっていうのはありましたね、うん、だから本当なんか自分の特性を分かった上でじゃあどこで勝負しようかって考えるってなんかすごくなんかね、うん、大事ですよね。倉田さんがさ、例えば恋愛で毎回当たりの男ばっかり当ててたらさ、うん、ダメンズウォーカーは誕生しなかったわけだから、うん、まあそうですよ、まあこうね、そこその美人なのにそのなんか変な男にこう行っちゃってる感じとかがやっぱ受けるわけだからね、うん、ある意味こう人の行かない道を行って成功したパターンだもんね。まあでも失敗はでもしたくないですよね。いやいやいや、でも後々のプラスになりうるから。まあでも大抵のことで今検索すれば失敗避けられるから。検索して、ね、うん、人生のシミュレーションがたくさんもできるわけだからあらかじめね。まあもちろん検索して避けられる失敗はあるけど、お前も結構しょっちゅう炎上してるんじゃないか。絶対グッドアンサー。古市憲寿の。僕の答え本当に知りたいですか。はい、知りたいのでお聞きします。物欲は我慢した方がいいのか、それとも物欲に従って生きていくべきなのか。自分が後悔しない方じゃないですか。推しが好きすぎて周りの男性に興味がありません、どうすればいいでしょうか。そのままでいいんじゃないですか。私の優しさにつけ込んで利用しようと考えている友人がいます、どう対応すればいいでしょうか。切ればいいんじゃないですか。子供が万引きを二度としないためにはどういう対応をしたらいいでしょうか。全寮制の学校に入れるとか。地球環境の改善、悪い人がいなくなり世界が仲良くなる方法は、まあ、無理だと思います。私は58歳、 IT 関係の会社で働いています。両親はすでに他界し、
55歳の弟と2人暮らし。お互い一人暮らしの経験はなく、結婚も一度もしていません。さらに弟は20年前に交通事故に遭ってから思うように働けず、現在は無職。家事もしてくれて散歩にも出かけるので、引きこもっているわけではありませんが、金銭的に私に依存している状態です。でも今のこの状況がある意味心地よく感じてしまうのです。朝起きておはようと言える、私のわがままを受け入れてくれる人がいる、家に帰ってただいまと言えばそれに応えてくれる人がいる。もしかしたら私も弟に依存しているのかもしれません。弟を失うことが何より怖い。私より先に弟が死んでしまったらどうしよう。そんな考えも頭に浮かんでしまいます。私はこの不安をどうすれば解消できるでしょうか。経済的な問題っていうのはどうなってますでしょうか。私が働いているところで生活できる分があります。お小遣いとかも渡してるんですか。少しずつアルバイトしてるみたいなので、でお小遣い分はこちらでは見ません。そうなんですね。基本的にお家のことっていうのは弟さんがやってらっしゃるんですか、はい、それとも分担されてるんですか。家事それは分担です。ただ、7割以上は弟がやってます。そうですか。じゃあでもそれはいいですね。いい分担ですね。ご自分では今そのなんか周りの人たちの目とかっていうのも気になさってるの。弟と2人で暮らしてるってことに対して周りは変な目で見てると思いますけれども、本人は気にしないようにしてます。なんでそんなに仲いいのって言われたりしますので、そうすると、あれ仲いいっておかしいのかなって、おかしくないですよね。おかしくないね。いいことですよね。下がってる方がおかしいですよね。なんかお話聞いてるとすごくなんか今ある種安定してるっていうか、うまく生活が回ってるように見えるんですけど、何か一番その不安なことっていうと何なんですか。このところよく弟が口に出すんですけれども、俺は60になったら死んでやるっていうんですね。で死んでやるって言われるのがすごく怖い。一人が怖い。私今一人暮らしなんですけど、それはそれこそずっと付き合ってたパートナーが年上で、もう 7,8 年前になるんですけど、突然亡くなったわけですよ。でその時彼がいなくなる人生って考えられなかったんですけれども、絶望したんですけど、でもなんか今一人でそれなりに一人の時間も楽しいっていう感じになるんで、いなくなったらいなくなったでまたその違う人生がどうしても嫌おもなくその毎日が続いていくんで、人間ってやっぱり生きるようにできてるんだなと日々思って立ち直ってきたんですけども、なんか今一人が怖いっていう気持ちもすごいわかるんですけど、一人になったらなったでなんとかなるのも確かなんですよね。気の合う兄弟って本当に一緒に暮らすのいいと思ってて、私も妹とめちゃくちゃ仲がいいんですけど、妹によく言われますもんね。自分の夫よりも私と暮らしたいって本当に、兄弟って不思議ですよね。私も宮崎さんと同い年の58歳で、弟がやっぱりいるんですけど、何も喋らなくても苦痛じゃないし、横にいてもそれこそ眠っていたりとかしても全然その自然に、だから、なんか弟っていう存在っていいなってずっと思っているんですけど、向こうは一緒に暮らしたいとは思ってないでしょうけど、暮らせるなっていつも思いますよ。で宮崎さん、お家に誰か呼んだりしても嫌ではないでしょ。平気です、そしたらやっぱオープンにするといいかもしれませんね、だってね、弟さんせっかく社交的だったら、お家をこうオープンにしていろんな人が出入りできるような風通しのいいところにしとくと、世間もそんなこと言わないですよ、きっと。その考えはなかったです。ね、本当仲のいい人だったら別に兄弟だろうが、他人だろうが、友人だろうが別にね、そういう人見つけられるってすごい素敵なことなんで、今そういう状態になるってことで、それはすごくなんかいいですよね。グッドアンサーは中瀬さんにお願いします。はい、ちょっとざんまさんの言葉に私も刺さったんですけど